第九章、死の準備。ミキが休息所に移ってから、ミキにとってもミキの道、信仰にとっても新しい時に入ったように感じられる。それはだいたい3つの点から観測される。1つにはミキ自身の動き、2つには側近者の動き、3つには信者たちの動き。ミキ自身は側近者が気がつかなかったが、死の用意を始めたようである。側近者たちはミキの心を知らずに、亡き修二先生の悲願を実現しようと必死になっていた。ミキの道が公認せられて明るみに出て、それこそ王冠の道になったらという悲願であるが、そのためにいろいろと努力することはミキの意思に反していたにもかかわらず熱心に続けられた。その努力が結果的には天理教という主教団を作り上げたが、これから3年ぐらいの側近者のあがきは、その後の天理教に大きく尾を引いて、後日いわゆる明治教典なるものを作り、ミキの教えを歪めることになった。ミキの死後6、70年にして、やっとミキの道の相続者が時代の変化に目を覚まして、ミキの教えのままに戻そうという復元に初めて思いをいたすことになったが、ミキの側近者が公認という激しい悲願を持ったのは、官権の圧迫が激しかったからであるが、また側近者がミキの言葉から現実的な結果を早く見たいという焦りがあったからではなかろうか。一粒の麦、地に落ちずばとイエスが説いたと同じことを、ミキは時々一粒万倍という例え話で話し方ことがある。側近者たちはすでに取り次ぎの先生とミキの信者から崇められていたが、その一粒万倍の意味を低く取って、一粒万倍の成果をミキの道の上に見たいという希望を抱いたようである。明治17年にはミキはすでに87歳であった。人間115歳の寿命があるとミキからはしばしば聞かされたけれど、そして人間が成人すれば200歳でも300歳までも生きられると聞かされるけれど、87歳といえばミキも全く老年であり、道の上でミキに喜んでもらいたいと側近者は焦り出してもいた。実はミキの喜びは側近者たちの考えていたようなところにはなかった。それどころかミキは常に側近者の努力を叱り戒めていた。それゆえ側近者はその努力を合理化するために、官権の圧迫が激しいからと自らにも言い聞かせ、側近者同士もそう語らい合って、必要以上に官権を恐れた。その恐怖をミキの苦労ということにして誇張して語り伝えてもいる。ミキが警察に認知され監獄に投ぜられたことは、その年齢を思えば確かに苦難に違いない。しかし投獄される時のミキの態度を見れば、側近者は恐怖や苦難とは違ったものを感じるはずであった。ミキは喜び勇んでさえいた。監獄に行くのにも、高山へ匂いがけに行くのだといい、不死から芽が出ると言って、かえって側近者を励ましていた。ミキはすでに最後の日を思って、人類の救済を一心に願い、人間の成人を祈っていたのだった。側近者はしかし、お年を召した神様がおいたわしいと考えて、後任について焦り出し、ミキに隠して努力するようにもなった。親様と言って我が親のように慕ったミキが、その人々にはだんだん威厳を持って恐ろしく感じられて、神様と呼ぶようにさえなった。ミキと親神との混同が始まった。考えればそのことも死を準備するようにミキを追いやったのではなかろうか。ミキは信仰の上の後継者たるべき古漢の死にあってから、上田習いと娘分としてもらい受けた。明治12年のことである。習いとの身のうち、神の方へもらい受け、その上は悪見妙の社として人を助ける。そういう上、後なるは皆引き受ける。と、その時ミキが言ったと伝えられる。習いとはその原村の農家、上田梶郎の娘であるが、その3年前のお盆頃、納屋で旗織りをしていて急に泣き出し、天井から磯の神の家神さんが、総髪のような頭をして降りてきはる。怖いと言って神経病になった。医者に見せ、神信心もして治らないままに、人に勧められて父親が連れてきて、ミキのところへ助けを求めてきた。その時ミキは、待ってた待ってたと言って迎え、一味暮らし、独身を守ってくれと言い、3日で神経病を助けたという。神経病とは精神病であろう。長い間かかった病気が治って、梶郎は喜び、それから毎日縁日には娘と一緒にお参りしていた。それから3年経って娘分としてもらい受けるとミキから言われたのだ。
その時ナライトは17歳だった。当時の農村では結婚適齢期であったから、ミキのところへ嫁にやるというような考え方を梶郎はした。丹波市の箱吉で霧のタンスと兄弟を買い、それを持たせてナライトを送ってきた。一味暮らしをしてくれというミキの言葉の重さを、おそらくナライト自身も梶郎もその時は感じなかったのだろう。彼女はミキの家に来てからも、ミキの身の回りの雑用から炊事張り仕事まで何でもした。しかしそれから2年してミキのところには孫娘のヒサが来て、ミキの身の回りを一切引き受けたので、ナライトは伊蔵の妻サトと共にミキの家の女中のようなことに甘んじていた。明治16年、ミキが休息所に移った時には、ナライトはすでに21歳になっていた。二十歳を過ぎれば婚期を逸するものと考えた時代である。彼女もまた若い娘らしく結婚のことを考えたろう。その度に、一味暮らしを守ってくれと言ったミキの言葉を思った。どういう意味であろうかと、あれこれ想像してみたこともあろう。門を出ると寂しい田園ですぐ前に水車が見えた。水車の回るのを遠く見ていると、自分の若さもこんな風に過ぎてしまうのかと胸が熱くなった。そんな時にはやはり独身で暮らすようにと言われたと伝えられる股間のことを彼女は思い出すのだった。因縁が悪いから私は一生独身で暮らさなければならないのだろうか。ナライトはそう考えるより他になかった。悪見妙の社として人を助けるというようなことは彼女の理解を超えたことだ。使命感も持てなかった。ミキがナライトを我が家へ迎えてからどんな風に説いたかは一つも伝えられていない。あまり説かなかったのではなかろうか。ミキと共に暮らすうちに生活の中から悟ることを待ったのではなかろうか。ミキが亡くなった後、ナライトは25歳になっていたが、間もなく園原の実家へ戻った。失望したのであろう。それから2年経って身の振り方を本籍になった伊蔵にお指図を願っている。一味暮らしという理由を悟してあるという指図があったが、それから2年経ってまた不安になって同じことを伺っている。ナライトが悟らなかったか、ミキが解いてなかったか、ナライトはともかく不安な一生を送って44歳になった時、初めて席の学びをつけると指図を受けた。17歳で娘としてもらい受けられてから27年間ナライトは待った。その27年もミキの長い苦難の一生に比べれば短かった。伊蔵の場合はナライトの場合と違っていた。ミキは生存中から準備していた。明治8年の中南の門屋の建築中に股間がなくなったが、それから間もない頃のことであった。伊蔵は毎日弟子を連れて一ノ本屋から小屋敷へ通って不審をしていたが、ある夜真夜中に突然寝床から飛び起きて神がかりの状態になったという。足が腰に引きついたまま宙を切って部屋を西の方へ飛んでいった。それからいろいろなことを口走ったが、目が覚めると伊蔵は疲れたと言って荒い息をするばかりで記憶がなかったという。そんなことが幾度もあった。ある時は日本一の大工棟梁やで、世界中から寸分違わん差し金を狙いに来るでと言った。後で妻の佐藤はそう言うと伊蔵はびっくりして、日本一の大工棟梁ってそんなうまいことで何なれるぞ、アホなこと言うなと怒った。ただ正直が取り柄で、大工も下手なことを伊蔵自身よく知っていた。またある時は神がかり中に、国々ところどころの名前の旗提灯立てに来るで、立てに来たら世界の人たちが来て評判するで、なんと天理さんは偉いもんになったなってと言った。後で里からそう話されて、そうか、しかしそんな国々から旗や提灯を立てに来るってそんなことあるんやろうかのと伊蔵は不審そうな顔をしていたと伝えられる。しかし明治13年頃になると、伊蔵は三木から扇の伺いを許された。案じることはいらんで、神さんがするのやでとも、どんなとこへも行くのも一人やないで、ついてくもんがあるでとも三木は言って、律儀で気の弱い伊蔵を励ました。そればかりでなく、三木は伊蔵のことを仕事場とも伺い棟梁とも呼んで、事情について相談に来る人があると、誇りごとは仕事場へ回れとか伺い棟梁の方へ回れとか言ったという。それゆえ参詣人でも三木のところを辞して一ノ本の伊蔵の家へ回らなければならない人が幾人もあった。伊蔵は弟子を使って大工をしていたが、三木は早く小屋敷へ住み込むようにと伊蔵夫婦に幾度も促した。14年に伊蔵が住み込んだことは前に書いたが、弟子たちはうちの親方もとうとう小屋敷の狐に凝り固まって大工を辞めるんやろうと言って伊蔵を捨てた。
伊蔵夫婦は三木のところに住んでもいわゆる先生にはならなかった。伊蔵は下男のように、佐都は女中のように働いた。夫婦とも三木の家へ移ってから数年間畳の上で食事をしたことがなかったと伝えられる。つつましく表面に出ないで職人らしく身を処したのである。伊蔵さん、この屋敷は世界の長者屋敷やで。そう三木に言われることで伊蔵は満足して感謝した。伊蔵の妻は時々不平を言って伊蔵を困らせた。その度に伊蔵は、もったいないこと言うもんやない。親様は先を楽しめておっしゃってくださる。なあ、命を助けていただいただけでもありがたいのに、先を楽しめって。わしはこのままでいつまでも親様についていく。と涙ぐんで向きになった。伊蔵にとっては三木のそばにいることが極楽で、長者屋敷どころではなかった。特に休息所の不審が始まってから、伊蔵は一切一人で引き受けて勇んでいた。その頃、三木のところへ助けを求めに来る者でも、例えば盗難にあったとか家出人があったとか言って、三木にではなく直接に伊蔵に頼む者もあった。伊蔵はそんなことで三木を煩わすのはもったいないと考えて、不審場にいてもすぐ居室にしていた小二階へ案内して扇の伺いをしたものだ。扇の伺いをしたからとて伊蔵は決して高ぶらなかった。自分は下手な大工で何の力もないが、神様が答えてくれるのだと腹の底から信じていた。そしていつもへり下っていた。16年の旧盆の頃だった。昼の間は休息所の不審で働いていたが、夕食後豆腐屋の方へ涼みに行った。その日、遠州から諸井国三郎が 2,3 の信者を連れて参詣に来て豆腐屋に泊まっていた。おそらく伊蔵は遠いところから参詣したのをねぎらうために訪ねたのであろう。豆腐屋の前の縁台で涼みながら伊蔵は国三郎たちと話をしていた。遠州に火の手が上がったように信仰の火の燃え盛る有様を聞いて、正直者だけに喜んだり感心したり。神様のお力偉いものやな。顔を追いながら長い年月三木の話してくれたことを思い出して、この寂しい土地に国々ところどころから人が集まるのだろうと楽しく想像したが、そんなことは決して他人に話す伊蔵ではなかった。しかしその時、伊蔵は急にお腹が痛み出した。しばらく我慢していたが、胸に差し込んで我慢できなくなった。これらではないだろうか。そうすぐに心配になった。どうにも我慢できなくて家へ引き返し、小二階へやがった。佐都は慌てて床を述べ、蚊帳をつって休ましたが、伊蔵は大きな声でうなりながら、七転八倒の苦しみを始めた。佐都は狼狽して中峰の門屋に駆け込み、三木に助けを頼んだ。しかし三木はにこやかに、何もそんなに慌てんでもええで、と笑って中田左衛門を呼び、なあ、遠州の甲本衆を連れて行って、早くこの扇を伊蔵さんに持たしなさい、と言って扇を渡した。左衛門は急いで豆腐屋に出向き、国三郎ほか遠州から参詣に来た 2,3 の者を伴って小二階の伊蔵の部屋へ行った。伊蔵は相変わらず蚊帳の中で四苦八苦の苦しみをしていた。国三郎以下の人々はどうなることかとうろたえた。しかし左衛門が扇を持たせると、不思議なことに伊蔵はうーんとうなるようにして起き上がり、短座して、さあさあ遠いところからはるはずばる訪ねてくる中には、こんなところや草深いの腹のようなところやと思うものもある。なれどそう思うてはならんで、といつもと違い威厳のある声で言うなり、ふと目が覚めたような顔をしたが、その拍子に伊蔵はすっかり腹痛が治っていた。国三郎たちは呆然としたが、扇の伺いだと左衛門から聞かされた。その言葉の意味はどういうことかと互いに話し合った。しかしそれから 2,3 日して、その言葉が国三郎にも伊蔵にもはっきりした。というのは 2,3 日後、中山吉三郎、森谷国蔵、清水金作等6名遠州から参詣に来て、丹波市の扇屋旅館に泊まったが、警察がやかましいから時を見て参詣するようにと言われた。ところが国蔵は、そんなやかましいところならわざわざ来るんではなかったと不平を並べた。不思議なことに国蔵は急に腹痛を起こし、転げるほど苦しみだした。同行者が豆腐屋へ国三郎を迎えに行き、みんなでおかくらをあげて病気平癒を祈ったが、国三郎は伊蔵の扇の伺いの時の言葉を思い出して神様にお詫びすると、国蔵の腹痛はケロッと治った。三木は休息所に移ると、伊蔵を中南の門屋の西べりの部屋へ住まわしたのではなかろうか。そしていわゆる仕事場として扇の伺いをするようにとはっきり命令したのではなかろうか。
扇の伺いで指図を受けようと思う者は、休息所へ幹を訪ねないで、その遺蔵の部屋を訪ねたようである。寒い季節には遺蔵は火鉢に寄っていて、話好きで誰とも火鉢の前で世間話をした。お願いがあると頼むと、せやったが、はいはい、と気軽に立ち上がり、ついたての向こうに案内するのだった。そこに扇の伺いをする場所が設けてあって、伊蔵はそこにきちんと座り、扇を膝に置いたときに頼み事のある人がいろいろと聞くと、それに答えた。聞いた人はその答えを心に留めるのだが、その場合伊蔵は普段の伊蔵ではなくて、権威のあるもののように語った。その頃、伊蔵に伺いをした中西金次郎の言葉によれば、あちこち未情に触りがあって、内心不足に思いながら指図を仰いだところ、身に触りついたら結構と思わんか。神が仕込んでやっているのや、と荒く言い放ってから、すぐ言葉を柔らかに、八つの誇りを思案せよ。八つの理が速やかに悟りがついたら身が晴れる、と説いたという。この例から考えれば、伊蔵に伺ったのは事情ばかりではなかったようだ。三木の代理者として準備がなされたのであろうか。誇りごとは仕事場へ回れ。そう三木が言って伊蔵に扇の伺いをさせたというが、どんな場合にそうさせたのか。ここの場合では判断することが今日では難しい。休息所に移ってからは、三木は神の社として、神一条の政治のみを扱い、人間一条に関する事情は取り扱わないで、伊蔵に任したというふうに伝えられるが、それなら何が神一条で、何が人間一条か、判断することは困難である。おそらく当時の信者や参詣する人々も判断に苦しんだのであろう。特に助けを求める人々は、三木を訪ねてくるので、伊蔵を訪ねてくるのではなかったから。しかし三木が休息所に移ってからは、かつて中南の門屋の窓から、おお、くるくる、子供が喜んでと、待っていた時と同じ優しい三木であったが、接する人の側で優しい心をなくした場合には、何か三木から威圧を感じるようになった。そんな人々は、三木に話せば親心から喜んで答えてくれることも、三木に話さないで伊蔵に伺うようなことがあった。そればかりでなく、叱られると思うことは思われることは、信仰上重大なことでも三木ではなくて伊蔵に伺いを立てたようだ。例えば、明治17年春、京都で明星社が神学童話の説教に名を借りて、巧みに警察の干渉を逃れて、その布教が盛大であるところから、側近者は大阪の梅谷四郎兵衛と語らい、天輪王社の名で神学童話高校書を計画したことがある。この場合に三木の信仰上重要な問題であるのにかかわらず、側近者は三木を差し置いて伊蔵に伺いを立てた。その日は三木は休息所でうつらうつら居眠っていたが、それをちゃんと知っていたようだ。実際育児ない側近者であったが、こんな場合も三木は親心から哀れんで見ていたのだろう。我が亡き後の準備として。三木が中南の門屋に住んでいた頃は、十畳の間の窓の下の二尺ばかりの高台に座布団を敷いて座っていた。いつも襦袢と襦袢もトウチリ面のいい色の赤いのを着ていた。ちょっと振り向くと窓から外が見えた。窓の外では近所の子供が遊んでいることがあった。警察がやかましい時には警官がよく立っていた。三木はよく子供たちを呼び入れて、コンペイトーや菓子を与えた。子供たちは三木の見ている前で高台の下で遊んだ。三木は細工が上手で、黒い布や白い紙などで犬のおもちゃを作って子供らに見せた。小さな犬に目やひげなどもつけた。三木はニコニコしながら作り上げて、さあやろうと子供たちに細工物を送れたりした。幼少の頃、中南の門屋で三木から菓子をもらった人々は、年老いても当時を懐かしんでよく語り伝えているが、三木が休息所に移ってから三木から菓子をもらったというような微笑ましい話は伝えられていない。三木は中南の門屋にいた頃は、通る人を窓から呼び止めて、ちょっとお入りと懐かしく生じ入れてのどかに話も聞いた。三木の教えを聞いた人や助かった人が訪ねてくるときには、窓際に立って、ああ帰ってくる帰ってくると喜んだ。そればかりではなく、遠くから歩いてくるものがあると、その人が着く数時間前から、三木は足がねまるねまると言って、ああ、誰が帰ると思ったら、何々さんやったなと、孫娘のひさに窓から信者を指して、何々さんは疲れてはんねやろ、お風呂の用意できてるかや、などと、遠く帰った子を迎えるように心を使った。実際その頃、三木のところを訪ねる人々は、
その窓を遠くから見ただけでほのぼのとした気持ちになって、我が親の元に帰ったように心が弾んだと多くの人が語り伝えている。しかし三木が休息所に移ってからは窓から呼ばれることもなくて、幾度も訪ねたものでもなと心もたない気持ちで、親様はと側近者に問わなければならなかったらしい。三木と永久に別れなければならない日が実は教えられていたのだが、そうとは気がつかなかったろう。しかし三木はちゃんと知っていた。哀れ深い目で側近者や信者を見ることがあった。その頃のことであろう、梅谷四郎兵衛が三木に大阪の道頓堀に芝居がかかってと話しかけた時、三木が、梅谷さん、私はな、41の年から世間の話は何もしませんのやで。この屋敷はな、神一条の話より他にはいらんと神様がおっしゃりますのやで、と言葉を遮ったと伝えられる。めったにないほどの厳しい言葉に白兵衛は恐縮して平伏した。親様の前で世間話をするのは誇りを浴びせることであったと白兵衛は反省して恥じたが、実は三木は白兵衛を慈しんでいったのだった。もう別れる日が教えられているのだから、こんなふうに穏やかな話のできる日にもっと神の話を聞こうとしないのか、お筆先を読んで疑問はないのか、三神楽歌の中に聞きたいことはないか、聞くことがあったら今のうちに何でも聞いておかないと後悔する。そう三木は哀れんでいたのだ。白兵衛が誠一筋に生きようとしているのだから、三木は愛してそんな激しい言葉で促したのだが、彼はただ神らしい威厳に服してしまって真意を組めなかった。その頃三木はそれとなく側近者や信者にその人に最も適切な言葉を残したりして別れの支度をしていた。人々はうかつに聞いていたが、それが三木のない後に各自命の泉ともなったようである。例えば高木雄吉である。若い時から三木の家へ出向いては百姓を手伝ったりして、夜には三木の話を熱心に聞いてつつましく生きていた。休息所に三木が移ってからまだ半年も経たない春のこと、彼は昼前に休息所へ出向いて三木に挨拶をした。すると三木は、今聞いたからすぐ渡す、私が渡すのやないで、神様が渡すとおっしゃるからな、とすぐに彼を前に座らした。奈良吉はびっくりした。息の授けをくださるというのだ。前夜彼は不可思議な夢を見た。竜の尾を両手でしっかり握っていると、竜は東の方へ彼を引っ張っていこうとした。引っ張られてはならないと一心に頑張って追い引いていたが、だんだん東の方へ引きずられていった。それで目が覚めたが、全身が汗に濡れていた。その悪夢で気持ちが悪かったので、翌朝三木のところへ挨拶に出たのだが、すぐに息の授けをもらって夢のような気がした。息の授けなど偉い先生方がもらっていたので、もったいなくて仕方がなかった。そんな風に謙遜な雄吉に三木は満足らしく、神様が渡せというのだから安心するようにと重ねていった。雄吉は何か大きなものが自分の体に移ったように全身が熱くなった。それから 2,3 日後、雄吉はお助けに行くようにと言われた。架け橋にある高田の親類が産後の日立ちが悪くて3ヶ月以上も寝たままで、医者にも見放されたからといって助けを求めてきたのだ。同じ時に中野省の北口奈良蔵という人が、長い間中風で半身不随で寝ているから助けてくれと頼みに来た。しかしその時三木のところには高田のほかに助けに行くものがなかった。高田は雄吉に行くように頼んだ。彼は息の授けをもらったが、本当に人を助けることができるか不安であったが、三木の前に出て、ではやらせていただきますと挨拶した。ご苦労やな、そちらを向いてなはれや、と三木は言葉をかけた。言われるままに三木を背後にして座ってみたが、三木が何をしているのか好奇心に駆られて振り向いた。三木は赤木の着物を脱いで、その下に着ていた赤の襦袢を脱ぎ、急いで着物だけを再び着てから、その脱いだ襦袢を雄吉の肩にかけて、お前男やで、こんなもの着ていくのは嫌やろうから、生き品には懐に入れて持っていき、そして息をかけるときにはこれを着るのやで。人間がすると思ったらあかん、神が働くから何も案じることはないで、と言って軽く肩を叩いた。彼はそれで勇気を与えられ出かけた。本当に人間がするのではない、自分には人を助ける力はない、神様がお働きくださるのだ。そう何度も思いながら、彼は初めてお授けを取り次ぎに行った。そして
産後の日立ちの悪い女にも中風の老人にも幹のよれた通り赤木の襦袢を羽織って祈り、一回息を吹きかけただけで帰った。架け橋の婦人は三日目に、中野町の老人は四日目に、歩いて幹のところへお礼参りに来た。その時が初めてやったから、それでもやっぱり効くんやなと思った。その高井雄吉は2、30年後にその日のことをしんみり話している。その頃三木は信者たちが来ると必ず言った。なあ何々さん、土地土地ところどころの手本ひな形になるのやで。本になるほどと言われる人、関心な人やなと言われるようになるのやで。相手がきょどんとした顔をしていると重ねて言うのだった。なあ、夫婦仲良く我が一家を治めるのやで。親神の存在を知らせようと一生苦労して説いたが、人間はなかなか親神のおぼしめし通りに成人してくれない。しかし道を聞いたのだから、せめてこれだけは守ってくれというような切ないこと頼みの言葉であった。しかしそれをそう感づいた信者はどれほどあったろうか。側近者の一人に若い時から熱心な信者で増井三郎がおった。三木はある日何気ないように言った。伊三郎さん、おまん外へ出たらほんまにええ人や。何にも悪いことはない。優しい人やけど、うちへ帰ってきたら腹立てて怒るやろ。それだけはいかんで。一番いかんことや。よそで優しいように、うちでも優しいせんことにはいかんで。伊三郎はその言葉に気をつかれたようにびっくりして、三木の顔を見上げた。若い時から三木に信頼されて、その世話で治めと結婚した伊三郎だ。長男の安松が生まれて、初参りに三木のところへ連れて出た時には、三木は朝早くから起きて、今日は安さんが帰ってくるのやでと言いながら、手細工で遠犬を作った。そして、こんなもんができたかな、さあ安さんのおもちゃや、これあげておくれと言って夫婦を喜ばしたことがある。その後も彼が行くたびに、三木は伊三郎さんと呼びかけて話しかけた。その伊三郎さんと呼びかける声が彼の胸の金銭に触れて体が温かくなったものだったが、伊三郎さんと呼びかけられたことが我が家の宝だと彼は歌人に生涯語った。伊三郎さん、先を楽しんでお通りなはれや。今に結婚になるのやで。そう三木は彼によく言って励ました。伊三郎は先に結婚にならなくても現在幸せに日常を通っていることを三木のおかげだと感謝していた。ただ伊三郎は三木の長い苦労の生涯をもって何とか慰めたいと考えながら、慰める術のないのを恥じていた。ある日、誰もいないのを幸い勇気を出して、親様はなかなかご苦労でございますな。いつもいつもご苦労をおかけ申して、何とも申し訳もないことでございますと話すと、苦労でも何でもないのやで。人に頼まれてしてることなら、また止められるということもあるやろ。せやけどこれは、人に頼まれてしてることやないから、止めるに止められへんがな。通らずにはおれんがな。と、三木はにこやかに答えた。伊三郎はお慰めしようとした自分が恥ずかしくて顔を赤くした。それが全く思いがけないときに、思いがけない家庭での心遣いを三木から注意されたのだ。うちへ帰ってきたら腹を立てて怒るやろ。伊三郎はとっさに妻の納めが心安立てに三木に告げ口をしたのかと疑ったが、すぐに思い直した。親様神様と言って幾年も新人していても、まだ心の戦いができないから、家へ帰ると亭主関白になる自分の姿がはっきり見えてきた。申し訳ございませんと伊三郎はうなだれたが、それが彼にとって三木の最後の教えであった。17年の正月のことであった。若い山沢為三が休息所に三木を訪ねてきた。元気のない様子をしていた。為三は27歳であった。三木の側近者であった。父の良次郎が全然亡くなった。家は長兄が継いで、すでに子供もあった。弟も他家へ養子に行って子供を設けていた。それなのに為三は27歳にもなって結婚もしないで身を固めないというので、母や親類までが心配して、妻をめとれとか、しっかりした職業につけとか、やかましく責め立てた。為三はしかし母や親類の言うことに従わなかった。というのは、山沢家では父の信仰を長男が継がなかった。父の在政中から長男は信仰を嫌った。為三だけが父と一緒に三木のところへ出入りして教理を聞き、若いけれど信仰をしていた。父が53歳で亡くなった時に、三木は為三に言った。この道はな、
親に因縁つけて子の来るのを待っていると神様はおっしゃいますね。亀蔵は父の死も神の計らいだと思い、兄や弟が信仰しないのならば兄弟に代わって父の信仰を継ごうと決心したのだった。それ以来亀蔵は何事も神に任せるつもりで、教理を一人考えては研究したり、匂いがけに出歩いたりしていた。そんな亀蔵を見て村の人々は、いい年をして耳の始末もつけずに天理さんに化かされてアホなやつやと噂をし調子をした。それゆえ母や親類も亀蔵に早く身を固めろとせき立てるのであった。亀蔵は思い余って三木の仰せに従おうと決心して三木を訪ねたのだった。三木は慈しみ深い目で亀蔵を包んで、なあ亀蔵さん、これから丸三年家の兄さんを神さんやと思うて働きなあれ。おじばへ来て働いた理由に受け取るで、と言った。私は神一条に通りたいと思いますが。亀蔵は熱情を込めた目で三木を見上げた。なあ、先短く思ったら急がにゃあらん。先長く思ったら急ぐこといらん。三年末気におなり。三木はそう重ねていった。三木のにこやかな表情に慈愛が香るように感じられて、亀蔵はうなずけた。三年間母や兄の心に合わせて通れというのであろうか。では、捜査してもらいます。神の一度言いよいたことはいつになっても違わんでと、三木がいつも聞かせてくれることを亀蔵は思い出した。三年間兄を神と思って手伝うことが、大島で働く理由に受け取るというのは、何か神の深い思惑があるのだろう。三年間ともう一度念を押すように聞いた。親様、三年間でございますね。そうや、三年やな、と三木は大きくうなずいてみせた。亀蔵は家に帰って兄を手伝いながら匂いがけなどした。それまで信仰のない兄を密かに軽蔑していたが、三木の言葉から兄を神様だと思って素直に心を作ることにした。そして三年経ったらおじばへ行って住めるようにと結婚もしなかった。亀蔵はその三年を我慢して待った。しかしちょうど満三年目に三木は亡くなった。三木が亡くなってこれで三木の信仰はおしまいだと迷う者が多かったが、亀蔵は神の言葉に偽りなしと信じて、三木が言った通り三年経ったからとておじばへ移り住んだ。お三木ばあさんもいないところにいて何をするつもりやろ。三十にもなって間抜けたやつや。そう村の人々は亀蔵を笑った。しかし亀蔵には三木が将来の指針をちゃんと残してやった。側近者の一人山田井八郎は明治17年には三木のところへ行って、何を三木に聞いても神様は何も言わはらんでと答えるばかりで何も教えてもらえなかった。伊八郎は山中忠七の長女家子の、娘婿である。縁談のあった時、忠七が三木に相談したところ、南はとんと道がついていない、南半国道開きにやれと神様がおっしゃるでと答えたので縁談をまとめた。それが明治14年の5月で、すぐ結婚式を挙げたが、9月に八郎は忠七の家へ祭礼へ招かれて、翌日忠七に連れられて初めて三木を訪ねた。これが南半国道開きやと、三木は非常に喜んで、神様がこの宇宙を作り人間を作った元始めの話や、人間の身の内や貸し物借り物の話や、八つの誇りなど詳しく説いた。伊八郎は感ずるところがあって、それからは暇さえあれば三木のところを訪ねて神の話を聞いた。15年の春、妻が長女郁恵を分娩した。その際も三木の言う通り、腹帯も物意味もしないで、安産で4日目には夫婦そろって三木のところへお礼参りに行った。三木は喜んで赤子をおぶって村田長兵衛の井戸掘りを見に行ったと伝えられているほどで。15年16年は伊八郎が訪ねるたびに三木は熱心に神の話をした。それが給食所に移られてから、伊八郎がどう訪ねても神様は何にもおっしゃらへんでと言うばかり。伊八郎は途方に暮れた。神に見放されたような気がした。いろいろ反省してみた。じっとしていられなかった。ある時、三木が他の人々に話しているのをそばから聞いていた。帰ってくる子供の中で、お宝を荷造りして車に積んで持っていくようなもんもあるで。風呂敷包みにして背負っていく人もあるで。破れ風呂敷にいっぱい入れて下げていく人もある。うちへ帰るまでには何にもなくなってしまう人もあるで。伊八郎はその言葉をじっくり胸に留めて、あれこれ思案した。
自分は親様から結構なお話を聞かせていただいても、心に破れ風呂敷を持っているために、家に帰るまでに何にもなくなってしまうから、親様は話してくれないのではないのだろうか。そういう八郎は反省した。心の中の破れ風呂敷とは何であろう。高慢な心であろうか。それまで八郎はお手振りも縄らなかった。富裕な農家としての対面から、病人のところへ出かけてどんちゃんをかぐらをあげることなど、とてもできなかった。それを直さなければと決心して、その年の7月に夜昼の区別なく、一心にかぐら勤めの手を習った。そして病人があれば進んで出かけて、太鼓を叩いて、かぐらをあげてお助けを願った。ともかく、伊八郎は誠を尽くして、親神に喜んでもらうことに努力した。もう三木に何も聞かなかった。親神がよしと見てくれれば、三木から話を聞かせてくれるものと期していた。18年になると、三木はまた、なあ伊八郎さんと、進んでいろいろ神の話をするようになった。将来南半国の棟梁になるように、三木は熱心に伊八郎の仕込みにかかった。伊八郎はまた三木から聞いた言葉を心にしっかり受け止めるばかりでなく、後で丁寧に筆写した。その頃三木は参りに来るものがあると、それが若者であればいつも言った。よう帰りやがったな、ご苦労やな、と。そして必ず加えた。若い時にはな、女とよくでしくじるから気ぃつけや。式場の因縁に気ぃつけや。そう優しく言うが、実は華々しい若者の胸にも染み入るような鋭い力があった。その一言で魂が見入られて、未知の導きに引き入れられた。さあ手出しや。そんな場合すぐ後でミキは優しく言う。何のためかと怪しみながら手を差し出すと、ミキはそこにいる人みんなに麦粉をさじで分けてくれる。ある人には一さじ、ある人には二さじ、ある人には七さじも八さじも分けてくれるのだ。一さじしかもらわなかった者は必ず不公平だと疑問を持つが、しかし一さじもらった人には麦粉を分けてやる信者がないのだ。五人の信者のある者には六さじ、六人の信者のある者には七さじ。ミキはその信者の数を知らなくても分けていたという。麦粉をもらった者はそれを丁寧に国々ところどころへ持ち帰り、信者に分ける習慣があったからだ。夜になると毎晩のようにどこから集まるのか、勤め場所にはいっぱい信者が集まったものだ。扇屋や豆腐屋に泊まっている地方の信者が夜陰に紛れてミキの話を聞こうとするのでもあった。その頃、ミキの道は京都はもちろん九州や四国にも伸びていたから、集まった者の多いのも無理がない。木の幹のままで勤め場所で休んで、幹の話し出すのを期待していた。それ、おぐだりや。だ、そう誰かが休息所から知らせると、みなそちらへ急いだ。両手をついて幹の話を聞いた。幹は無意識にただ神の社になって話していたかもしれない。しかし、幹の歳月が明らかに約束されていたから、親神も幹も咳込んで話したに違いない。しかし、集まった者の多くは本当に聞く耳を持っていなかったから、どんな話がされたか残念ながら伝えられていない。三木の話が終わると人々は勤め場所に戻って、神様はこう言った、ああ言ったと語り合ったということは伝えられているが、話の内容をよく伝えたものがない。ある昼、三木は山本利三郎に言った。利三郎さん、外の方を見ておいで。警官でも来るので、警戒に見てくるように言われたものと考えて、早速外へ出てきた。親様は何も変わったことはありません。畑にかぼちゃやナスがなってるだけで、と三木を安心させようとして、多少おどけて報告した。それそれ、あのかぼちゃやナスを見たかや。大きく実がなったあるが、あれは花が咲くで実ができるのやで。そこをよう思案してみや。女は不浄やて言うけど、何も不浄なことありやせんで。男も女も寸分違わぬ神の子や。女はこう宿さなあかん。一つの骨折りがあるで。女の月のものは花やで。花がのうては実がのろうか。よう悟ってみや。利三郎は頭を垂れた。彼は河内の国の河内原村の綿屋県の大百姓の息子で、11年前に三木に助けられた。その不思議な助かり方についてはかつて述べたが、それ以来利三郎は熱心に三木の信仰の匂いがけをして歩き、三木の側近者の一人になっていた。彼は体格もよく、恰幅もよくて、女にモテたが、また女好きで、隠れて女買いもした。女性を軽蔑して、家でも女の扱い方が荒かった。
女が不浄だと言って、月桂寺には家庭で神棚をも拝まさなかった。ミキは最後に李三郎にはっきり説くつもりであったろう。神様には男松女松の隔てはないで。こんな風に側近者や信者に、ミキは最後に最も適切な教訓を一人一人残したようだった。